はい、どうも。ですね、今回は、最近ちょっと流行ってるけど昔からあるもの2ですね。で、今回説明するのはですね、ドローンですね。真ん中になんか本体があって、4方向に下向きのプロペラがあってっていうものなんですけど、もっと昔からあるかもしれないですけど、30年ぐらい前にはありましたので、本体があって4方向に下向きのプロペラがあって空を飛べる、ヘリコプターのおもちゃみたいな感じかな。で、それがですね、おそらく、バッテリーの感じなのかな、バッテリーの感じと、Wi-Fi とかの通信の関係で、操作がしやすくなって、カメラを乗っけてそのカメラの映像を、手元の方で見れたりとか、撮影したりすると、使い物になるよっていう時代が来たので、多少流行ったのかなというところですけど、日本国内はなんかドローン少年、ノエルくんだけど、ノエルくんがなんかお祭りで使って落っことして、なんかすごい規制が入っちゃったんで、日本ではもう流行りそうな感じはないですけど、海外だとそこそこ飛んでるのかな。だけどね、一回飛ばしてカチャンと落ちるじゃないですか。ヘリコプターみたいなもんなので、でカチャンと落ちて、それでもう使い物にならなくなったっていうのはかなり見るので、かなり壊れやすいものなんだけど、割とね、落としても大丈夫そうな雰囲気が流れてるんですけど、あれ落としたら高確率で壊れますのでってことで、はい。あ、ヒゲが伸びてるな。まあいいか、後で揃おう。といったところで今回は以上です。